衣小一西条です。ああ、国章でございます。この前、ね、エターナルボイスを語ったわけですけど、まあ、その3月31日に見に行ったやつの小編ですね。グランデ宝塚110どうやったかって話なんですけど。まあ、もう超、あ、これこれっていう、オーソドックス宝塚って感じやったの。印象に残ってるのは、やっぱ和物のシーンかな、やっぱりああ、雪降ってっていうやつね。急に、急に、今までこう、例えば、なんか、うわーってこう、ちょっとエグザイルみたいな、ビシッと、なんか、エグザイルっぽいなったりとかさ、こう、スペイン感出してみたりとか。雪月っていうとこやねんけど、あそこはね、月城かなとさんのさよならの場面なのよね、言ったら。ああ、なるほど、なこるれ、さよなら公演やからさ。なんでかって言ったら、元雪組なのよ。月城かなとさんって。ほど。ああ、違う雪国組かに。ら組替えして月組に来たと。今、ええ。国章は月組からの黄色を着てるけども、そあ、う。雪組から月組に来た。ほんで、それでさ、だから歌詞の中にも、なんか白い雪に思いを馳せとか書いたの。ただまあ雪組から来てるから、まあ白い、雪組に。ほんで、月さえ微笑む夜空を見るとか、その雪と月のことを書いてるっていう。ほんで、最後に巡り合わせた雪よって書いてるから、雪組、来てるから。なるほど。そんなんもしていいんや、別に。だからそういうとこを、ちょっと歌詞に入れてるんだね。そんなんも別にいいよ、月組やから。いや、もうそんな、もう、あ、え、雪組のことはやめなさいとか、そんなんないや、じゃ別なに。いじそゃんない。な。だって、さよなら公演としては、その人の歴史を見に来てるわけやから、言ったら。なるほど。元祖、やっぱりファンが育てる文化っていうのが宝塚やから。あれ、過去やったね。最後。終わ、あれの、和の雰囲気が終わる最後、わーって階段、あ、階あ段るでやん。ね。うん。で、この羽衣みたいなのが下からブワーってこう垂れて。で、もう、最後、バーンって後ろ振り返って終わる。あそこね、前を見かんで、こうね、バーって。あそこね、友達が見て言っててめっちゃいい言葉やなと思ったのは、男版のか、かぐや姫みたいな。男版のかぐや姫。確かに。確かに。それは確かに使えるなと思ったよね。安倍の生命感もあったけど、ちょっと。いや、ちょっと、羽生くんの衣装のカラーリング感もちょっとあったやん、ちょっと。あったあった。なんかこういうやつの、あれやろ？ こういう。ちょっと、薄紫みたいあの、俺今やってなんかハンマーカンマンみたいになってきなね。ハンバカマン、どれしか、ハンバカマン。さよなら公演としてね、ほら、ベストフレンドっていうさ、まあ曲で、まあ大階段から降りてきたりとかするよ。まあみんなでさ、月城かなとと、海野美月をこう迎えてさ、こうやるっていう場面とか。あとまあその場合の、それの場面中かな。対談者をさ、みんな銀杏を渡らしたりとか、そういうところですごいさよならに対してね、配慮されてるのよ、やっぱり。対談するという人らに対して、すごくやっぱリスペクトを持ってはるなっていうか、まあ、さよなら公演ってやっぱ素敵やよなって思うわけやねんけど、そこでさ、月城かなとさんがまあ、大階段みんなに迎えられて降りてくると。ベストフレンドのところでね、羽生前ね、降りてくるんですよ。で、その時に歌詞の中で、絆っていう言葉が出てくるのね。その時に、一人何してくれてんねんっていう人がいんのよ。どういうことですか？まあ、ちょっと、普通にね、その場面、歌詞とか見てたらもう普通に泣けるね。ファンとしたら。あそこは。泣けるのに、さらに泣かしてくる何してくれてんねんな人がいんのよ。そこの絆っていう歌詞で、一人彩り満ちるって呪術で、高齢師をやってた人やね。霊媒師をやってた人ね、芝居で。あの人が一人、こうやってんのよね、絆の時に。これって、ハッスル彩り満ちるって、ハッスルハッスルやねん。彩り満ちるって、雪組で月城かなとと一緒やってんや、もともと。
で、新人公演とかでも組んだりしててんやんか。やねんけど、月城かなとが先に月組に来て、ほんで、彩りみちるは後から月組に来たんよね。月城かなとが確か、トップになったタイミングぐらいで。で、二人だから同郷やん。で、この、これっていうのは、絆絆っていうこのポーズがあってさ、雪ほう。組。それが、さぎりせいなさんがトップ時代やから、ちょうど月城かなとさんが、と二人が、まあ、雪組にいた時代やねんけど、そこでその絆絆っていうポーズがあったのよ。それを一人、雪組出身の彩りみちるだけが、そこの絆っていう歌詞でゆっくりこれを一人やってん。あそこの結びつきあるよねっていうのを、暑俺いはそね。こはちなみに3月31日に見に行った時には俺気づいてなくって、一緒にね、見に行ったあの方に教えてもらって、あ、そうなんやって。ほんで後から見暑いね、それは。そういうとこ熱いのよね。暑いね。ちょっと、なんかあるよね。少年漫画みたいな使い方。なんかでもそういうので中野が考えそうよね、みたいな感じとかやったから。あ、好きそう。中野は好きそう、好きそうね。好きそう。中野がもし、それやってそうなんだよ、そういうやってるよね。しかの。もやっなんかてそ千う。秋楽だけとかやりそうやな、あいつ。やってそう。やりそうやけど、まあ、それをもう声の中でこれは今回取り入れてるんやけど。中野ってそうやね。中野ってそういうのの先輩やそう。いや、だからね、今回ね、対談公演やからね、めっちゃ見てほしかったんやけど。面白かったよね。でも、だから俺はその、なんていうのかな、その見る前にさ、太陽さんに、今回の芝居はな、だから卒業公演かないからな、って聞いてた、あ、そうなんやって、もう見てさ、あ、面白かったなと思って、じゃあ次、ショー始まりまんで、つって見てったら、もうあまりにもオーソドックスなショーで、しかもめちゃくちゃこう、さよなら感出してくるから、やっぱなんか芝居と帳尻合わせなかなってのがあったのかな、みたいな。ショーはね、でもね、オーソドックスやったけどさ、映像いる？え、あれ、誰かパソコンつけっぱなしにしただけじゃない？あれ、スクリーンセーバー、そうやスクリーンね。セーバー。多分パソコンつけっ休憩中にそのまんまやったんかなっていぱ。ああ、やったほうだ。もうええわ。みたいな。ほんで、あれやね、雪の場面でさ、雪降る場面で、あ、これそうやね、ちゃんとやらなあかんわって言ってスイッチ入れて。雪降るシーン、でもあそこだけはすごい俺好きやったんだよ。あそこはめちゃくちゃ映像うまいやん。なんかこう、マック下がってさ、雪の、プロジェクションマッピングじゃん。ファーってなっててさ。マック上がって2、た。2枚かな、多分あって、そこにうん、アニこメや。で、上がっても奥で同じエフェクトがついてる。ほんだら、見てるこっち側からしたら、すごいこう、ちょっとこう、疑似 3D みたいな。奥行きがね、やっぱね。うん、そう。お、すごいすごいすごいって。で、そこでさっき言ったあの、和のパートが始まんねんけど。あれを、お、すごいなと思ったけど。俺思う誰やのさっはきね、パソコンつけっぱなし。映像はあれだからパソコンつけっぱなしなんて、あの映像自体もなんかその、なんていうの、スクリーンセーバーやんって思うような映像やけど、何よりも一番悪いのってね、摩擦化先生の時ってめっちゃ映像うまかったやん。エターナルボイスのそのお芝居の方ね。ああ、まあ、街並みとかも。そこと、差って何やろうと思ったのよ。その、対比を見れるわけで。じゃあ、それ何やねんやろうと思ったら、ショーの方はね、やたらとね、前の方の幕に映しすぎなんよ。ああ、なるほど、なるほど。摩擦化先生の一番奥のとこに映してんのよ、ほとんど。で、あとはプロジェクションマッピングみたいに、そことかけてるんやけど、ショーの時ってなんか、後ろ転換するのにさ、幕閉めるやん、一回。ほんならそこの幕にさ、なんか映像映しちゃったりするわけ。臨機を渡ってる間に。それ、いる？ってなるやん。ほんで、しかもパソコンにゃうにゃうにゃってなってるの、いる？スクリーンセーバーね。ちょっとあれはいただけんかったよな。ああね、ちょっとね。まあ言われてます。でもまあ。気になる。なんか、ちょっとね。で、キラキラキラみたいなエフェクトが多いね。ちょっとチープに見えたかもな。しかもさ、そのキラキラキラっていうエフェクトってさ、スターが輝くのが宝塚って言ってるのに、なんで映像でキラキラキラってさせなあかん。まあまあね、まあ言わんとしてることはわかるけどね、なんとなくその、ちょっと余計や。余計なんよ。ちょっとトゥーマッチなんよ。トゥーマッチね、多いと。まあそうや。確かにな。あれよ、ロケットよ。ロケット。
ロケット、ロケット。ラインダンス。あ、そう、あれ、久しぶりに見たわ。俺、確かに、なんかの時もね、あれ、確か見たんですよ。いや、ちゃうちゃうちゃう。あ、ラインダンスは毎回あんねん。ビオレあっトたっピアもけ？やってたから。あったっけ？やってんけど、ちゃうねん。今回は初舞台制のみやねん。あのあ、ラインそダンス。う、あ、え、そう、だから初舞台戦のやつ、俺に、もう一個ぐらい、過去に見てたんちゃうかなと思ってんけなんどかね、な。ロミそれジュこリそオ大戦。ロミオとジュリエットじゃない？ロミオとジュリエットのロ時、ミあれ、ジュリオは初舞台制じゃなかったぞ、あれは。ちゃかったっけ？なんか気のせいかな。うん。なんか同じ感じのがあったようあ、な気がしてスカーレット・ピンパーネルじゃん。あ、スカーベットピンパネルそれ多分大学の授業で行ってるやつやろ。かな。ああ、そうか、そうか、そっちかもしれん、そっちかもしれん。うん。その時とまあ一緒やねんけど、あれだから初舞台生のみのロケットで、あれはだからさ、生涯全員が、その2年間、同じ釜の飯を食ってきた人たちが同じ舞台に集うのはあの時だけなの。一緒に踊るのはあの時だけなの。いや、俺そう、事前に聞いてたからさ。わ、なんかもう、こっからみんなバラバラにこうな。そう。散っていくんや、みたいな。しかもだから東京宝塚劇場はさ、に行った時はさ、もう違うからね。ああ、なるほど宝塚ね。大劇場のみなんよ、あれ。うーん。それがすごいっていうね。うん。なんかこの、ラインダンス入る前の演出も結構良かったよね。土城かなんか。ああ。さあ、なんかいいね、なんて言ってたかな。違う、あれは月城神田じゃない。あれはね、3番手の風間雄のね。そこにいる人たちが、バーって紹介したときにみんながバーって出てくるみたいなんちゃら110って言って。な。その、あ、そうそう、あ、そう、110、あ、110。ええ、そう、110つって。で、110って言うか、110目の子らが来るわけやったら、バーってこう。しかそれもがなんか、110になってるっていうね。一文字そう、になってる。あれ、笑った、ちょっと。だから、それがちょっとなんかね、良かったんだな。今回さ、あれやったよね。アバンギャルドっていう場面があってさ。あれじゃんの？エグザイルみたいなことじゃん。そうそう、なんかみんななんかこんないろんな色のさ、なんか付け毛つけて。なんか抹茶フラペチーノらしいよ。自分で言うてはったらしいけど。あやみせらさんって、だからあれ、下手のとこからポンって出てくる人が、一番最初に出てくる人ね。その人がなんか、舞台稽古かなんかの時に、私、抹茶フラペチーノみたいっていうのを言ってたっていうのを、ナウンオンステージっていう番組で言うてはったけど、まあなんかそういう、そんなあっこの場面でさ、銀鏡何人組、5人組ぐらいで多分渡んのよね、あれ。その中で一人さ、まあ前々から俺は、見てたけど、ここまで来たかってなったのがさ、鈴宮蘭奈さんっていう人で、その人ね、とにかく顔ちっちゃい。でも黒髪やからもうめっちゃわかるし、顔がね、綺麗なのよ。ほんで、踊ってる時とかに、なんか最近ね、これは。ダンサー役で結構使われることが多かったけど、最近ね、色気がすごい出てきた。目に。それがね、すごいよくって、かっこよくって、いいですってっていう、見てくださいなっていう感じの、あれなんですけどね。最上チョイスの次世代スター株であると。次世代、いや、ここに今出てきてるんかっていう、とか、そんなとこで使われるんやっていう、ちょっと、びっくりもあった。うん。でもまあ、学年的に考えたら、まあ、そりゃそうかって思うけどね。確かコロナ禍ぐらいで初舞台やったんちゃうかな。なんか俺ね、そういう人初舞台の頃から、いい顔の人いるなと思って見てて。グランデ宝塚110。まあ、誰かが、パソコンをつけっぱなしにしてるショーでしたけども。大丈夫かな、これ大丈夫かな？言って大丈夫？ 俺大劇場でもさ、終わって、ショー終わってから、あれ、だからパソコンつけっぱなししたので、別にでかい声してたから、しばかれへんわ、いや、あれもね、でもね、イメージ作りではいいのよ。確かにいいねんけめっど、ちゃ、ちょっと急使にフォいローどすころ、いや、ちょっと使いどころと使い方考えてほしいな、とはちょっとやっぱ思ってしまうのよ。摩擦る。化急に性フォ性ローのあする。れを見た後やったら余計にさ、
ちょっと目立ってしまうというさ。まあでも一番最初のね、110っていうのが出てきて、こう、いろんななんかクリスタルの中をこう、バーっていく映像みたいなのあったやん。あれとかは良かった。あれクリスタルに閉じ込められてんのがさ、今までの各作品なのよね。いろんな作品。で、別に月組だけじゃなくって、いろんな組の作品が散りばめられてんねんけども、なんか、まあ、めっちゃ俺はもう探してしまうよね。あ、これ見た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 。あ、これ宝塚なんやな、とかさ。やっぱりね。探してしまうっていうね。そういいうや、楽でしみ方はある。も、110円ってすごいね、しかし。それで考えると、俺は多分80周年から見てるからね。80周年はもう確実に見てるからね。80周年の時に5歳ぐらいちゃうかな。5歳か6歳かな。そんなぐらいちゃうかあ、ショー、あれ、俺の記憶が正しいけど、ショーが始まる、今からショー始まりますみたいな時にさ、な。パー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 ってちょっとあったよね、あれ。すみれのお花の、ちょっとこう、アレンジみたいなさ。ちょっとこう、全然普段見に来んけど、おおってなって、やっぱこう。あれね、その映像もうの時。110年か。映像の時か。映像の時はそうそう、パララララーって言って、チャーンって言いながらこう迫ってくやつね。ちょっと。そうそうそう。なんかもう、いや、一応、俺もさ、そんな別に、めちゃくちゃ宝塚ファンというわけでもないが、地域的にね、まあせね、兵庫やっ県ぱり民ね、でね。阪急ユーザーですよ、私。兵庫県暮らしで、やっぱ、絶対それは、なんとかあんねんな、俺なんか、そんな、一番関係ないからな。阪急沿確線でもなければ、大阪かに。やしやな。全然関係ないもんね。ただただ、ね、おばあちゃんの代から好きっていうだけで見続けてるっていまあ、それはすごい。う。まあまあ、そういう、ね、作品でございましたな。ってことで、で、まあ、西条くん、え？西条くん、あと何回これを見に行くんでしたっけ？まあ、あと数回は見に行きますよ。まあ、僕が事前に手に入れた情報で言うと、今までやっと折り返し地点だという発言をしましたけどね。まあ、それは、だって、それは3回見に行くんやったら、2回見に行ったらもう折り返してるからね。まあ、僕が聞いたのは、その3回はね、名前出して返すじゃないんということで、ね、ドフロムゴイチのスピリチュアルと。国書でした。では、また。おやすみなさい。